県静岡市浜松市の教育委員会は午後会見を開き7月に実施した公立中学の教員採用試験一次選考で数学の筆記試験に採点の誤りがあったことを明らかにしました14日に一般の人から県教育委員会に連絡があり発覚しましたこの影響で県と浜松市で4人が一次試験不合格となっていましたが 筆記試験は4人が問題と回答を作成して8回確認しその後外部のチームが3回確認していましたこれは大変大変きなな問題だっったなというふうふに思っておりますそれと同時にですねあのやはり自分たちでそれが見つけられなかったというところは反省点でございますので、えー、チェック体制の強化こちらの方を進めてまいりたいというふうに思います